こんにちは。今回はフラフラ、ふらふら、ふらふらとを一緒に勉強しましょう。じゃあ、始めましょう。こちらを見てください。今、女の人が車を運転しています。台風でしょうか雨が降っていますね。うん。不安定な感じで揺れます。という意味があります。じゃあ、例文を見ます。風が強くて、車がふらふら揺れています。 風が強くて車がふらふらと揺れています。そう、こんな感じですね。横にふらふら揺れます。こういう時にふらふらを使います。ちょっと不安ですね。安定していません。怖い感じがします。これがふらふらです。次です。次は元気がありません。または病気です。という意味があります。 男の人を見てください。目が回っています。これもさっきと一緒で横にふらふらしているかもしれません。例文を見ましょう。朝から何も食べていないので体がふらふらします。うん。このように言いますね。ここはふらふらとしますはありません。うん。体が揺れるような感じでもありますし、元気がないとき、ああ、もうふらふら。 と言いいまます本当は揺れていませんね、うん、この時あとは病気の時もなんかふらふらしているとか言ったりしますねこれがこの意味ですで今度3番目ですお酒に酔いましたという意味があります今女の人がなんかこんなふうにしてますねお酒を飲みましたね例文を見ましょう母がお酒を飲みすぎてふらふら歩いている 母がお酒を飲みすぎて、ふらふらと歩いている。そう。お酒に酔ったとき、横にこういう風に揺れますし、うん。ふらふらしています。と言いますね。で、今度次。考え方が決まっていません。という意味もあります。うん。今、男の人二人います。うん。誰でしょうか。例文を見ます。会社の方針が ふらふらしているので、社員が困っています。そう、社長と社員の方ですね。社長,社長はニコニコしていますが、社員の方は、んおかしいなと思っています。会社の方針、会社の考え方が決まっていません。今日はこう言ったのに、明日はこういう違うことを言います。その時に、ふらふらしていると言いますね。 で、今度次です。何も考えないで行動しますという意味もあります。今、男の人が退職、仕事を辞めようかなと思っていますね。例文を見ます。彼はよく仕事を変えてふらふら生きている。彼はよく仕事を変えてふらふらと生きている。そう。 何も考えずに仕事をコロ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 いろいろなところに変えます。こういうのをフラフラしている人と言いますね。うん。で、今度次。誘惑に負けますという意味があります。今、男の人と女の人がいますね。目がハートですね。<laughs> 男の人は女の人が好きですが、女の人は男の人を好きじゃないかもしれません。例文を見ましょう。 きれいなお姉さんにふらふらついていって高いものを買わされた。きれいなお姉さんにふらふらとついていって高いものを買わされた。そう、きれいなお姉さんがいましたから誘惑に負けて一緒に行きました。そしたら、お姉さんがこういうものが欲しいですと言われました。から言われましたね。<laughs> だから私それお金を払いましたね。<laughs> こういう時ですね。 これフラフラです男の人がフラフラ負けましたね。じゃあまとめです、うん。1番、不安定な感じで揺れます。そう車を運転してフラフラ揺れます。危ないですね。この時フラフラ。2番目です。元気がありません。病気です。の時に使いますね。さっきあのお腹が空きました。ご飯を食べていませんから元気がありません。 あとは風邪をひきました。もう頭がふらふら。もういいです。で、今度3番目。うん、お酒に酔いました。これもあの、ふらふら歩きますね。さっきお母さんが歩いていましたね。ふらふらでした。で、今度4番目。考え方が決まっていません。うん。会社の考え方、方針がこっちになったり、こっちになったり、いろいろ。これを揺れますと同じですね。うん。変わります。 こういうのもフラフラです。じゃあ5番目。そう、誘惑に負けますね。フラフラとついていったらダメなものがいっぱいありますね。<laughs> 使ってはいけない薬とか <laughs>、うん女の人に負けたらダメとか、女の人も男の人になんか、ね、誘惑に負けることがあるし、お腹が空いて、あの食べたたくさん食べたらダメですね。<laughs> 食べ過ぎもダメです。そういう時フラフラとしてはいけませんね。 うん、このような意味があります。5個あってちょっと多いですが、うん、覚えてください。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。